今回はですね、カダッシュの基板をちょっと入手したので、動作確認をしていこうと思います。カダッシュは30年くらい前の台頭の4人まで確かね、同時プレイ可能なアクションゲームなんですけど、まあちょっといつかはやってみたいなと思ってたので、今回入手してみました。確かに基板自体は結構小さかったイメージがあったけど、そうでもないな。で、今回は一応動作確認済みということで、インストは多分カラーコピーだったかな。インストと説明書は、コピーですね、これも。まあ、インスト純正だな。インストは純正ですね。で、帯はカラーコピーですね。で、これは、8方向レバーと攻撃、ジャンプ。で、魔法は、A ボタン押しっぱなしで選択して使うみたいですね。で、まあ当時ね、これやりたいなとは思ってはいたんですけど、まあなんかちょっと合わないというか、自分になるとすぐ終わっちゃうんでね、やんなかったんですよね。まあただ、いつかはやりたいなと思ってはいたので、とりあえず基板を入手してみました。まあ、やれるかどうかまた別問題ですけどね。で、これは、マニュアルか。これがディップ表ですね。ディップ表は、まあ、コイン設定と難易度設定、あとタイマーの設定か。で、面クリアの加算タイム。難易度の他に時間設定で調整できるってことですね。まあ、なんだろ、アクションゲームなんだけど、ロールプレイングみたいな要素があって、敵倒していくと経験値が入ってレベルが上がるっていうゲームなので、時間があればあるだけ敵を倒せるので、その分レベル上げやすいって感じですね。で、こっちがゲームマニュアルのコピーですね。で、こっちがサービスインストラクション。で、この頃の台頭はね、ゲームマニュアルとサービスインストラクションって2種類説明書があって、ゲームマニュアルっていうのはまあゲームの遊び方というかね、説明、インストの補足みたいな感じが書いてあるやつなんですよね。こんな感じで。ストーリーが細かく載ってたりとか、ゲームの概要、基本操作とか。で、こっちにしか載ってない内容とかね、これなんか別に、コピーして、インスト動画の周りに置いといてくれる店とかがあればね、また、ちょっと変わったかもしれないですけどね。なるほどね。で、こっちが、まあ、ゲーセン側が必要なサービスインストラクション。まあ、説明書ですよね。まあ、操作方法と、まあ、これ邪魔なんで、そのまま普通に行けると思いますね。まあ、コネクタ邪魔って書いてあるんで。で、あとはテストモードでの画面調整かな。あとサウンドテストが一応できるとね。で、これは、ディップスイッチの設定表。まあ、大体、まあ、この、説明書の最初とか最後にあるのが多いんで、まあ、これ、説明書取り出しっていうのがめんどくさいんで、まあ、こういう別紙があって、まあ、ナムコのコアもそうなんで、この別紙が、大体筐体の扉の裏とかに貼ってあるとかいうのがあって、わざわざこれ見なくても、ディップスイッチの設定すぐできますよ、みたいなのが、これがおまけでついてたっていうのは当時の時代ですね。まあこれより後のゲームになってくると、もうゲームのテストモードの方で、ディップスイッチじゃなくてね、もう画面見ながら設定できるようになってるのが増えてるんで、まあこの辺のゲームあたりが、まだディップスイッチで設定してたってことですかね。もう何年だろう。89年か。なんか90年代だと思ったんだけど、思ったより古いですね。
ちょっと記憶が早く。で、ちょっと基盤の方も見てみましょう。まあ、邪魔なんで、特に何もせずそのままつなげれば動くはずなんで、ね。厳重に梱包されてますね。基板自体は結構綺麗ですね。掃除してあるかな、これ。で、これは注意書きにもあったんですけど、このカスタムでいいのかな、ハイブリッド IC かなんかだと思うんだけど、これのね、足の部分が紙粘土で留めてありますってことだったので、で、この部品はね、ジャレコの JK03 とかと一緒で、細い足がいっぱいついてて、こう、ぐりぐり動いてすぐ折れちゃうっていう部品だと思うので、まあそれが折れないように、こういうふうに固めてあるんだと思います。で、あとは見たところ、多分ロムも純正っぽいんで、基板は結構綺麗なんで、なんか掃除してそうだな。なんかカダッシュってあと、テプラが貼ってありますね。で、この、K1100526B か。これ対等の管理番号のシールですね。ちょっとね、K11 とね、M61 の違い忘れちゃったんですけどね。まあなんか対等の基盤は大体 M61 とか K11 かなんかで管理番号を振られてたような気がします。で、裏面は、ジャンパーが一箇所あるけど、これは、元々なのか修理したのかちょっとわかんないっすね。でもなんか修理したような感じかな。で、あとはなんかタックシールで番号が貼ってありますけど、これわかんないっす。後ろもそんなに汚くないので、ジャンパー線が一本飛んでるぐらいで、まあ、基板自体は結構状態はいいんじゃないかなと思いますね。まあ、エッジコネクターも削れてないんで。あ、でもこれ確か4人でできたような気がしたんだけど、4人用ってどうやってやるんだろう。拡張コネクターがないな。基板別なのかな。確かね、なんか、D&D みたいに4人でできたような気がしたんだけど、記憶違いかな。ああ、でも設定がないな。ペアコンパネって書いてあるから2人までかもしんないですね。なんか4人でできたイメージがあったんだけどな。すいません、ちょっと記憶違いかもしんないです。まあちょっとカダッシュはこんな感じなので、基板はなんか結構綺麗なんで、とりあえず動作確認をしてみようと思います。まあ邪魔なので、もうそのままコネクタつなぐだけでいけると思います。あとはちょっと電圧だけ注意しながら立ち上げる。音がやばいな。大音量だったらちょっとびっくりするんで。さて、お、画面映ってますね。じゃあちょっとクレジット入れて動かしてみましょうか。姫様。よし。まあ当時ほとんどやってなくて、まあ今もやってないんでね。お、一人プレイですって、こんなんなんのか。
どれがいいんだろう、まあ、とりあえず魔法使い。なんか名前入れられるのか。もうね、なんか曲もいいし、ロールプレイングっぽいようなね、感じなんで、結構ね、ゲームの雰囲気は好きなんですけど、まあ、よいしょ。あ、もういけた。あ、これキャンセルできねえのかな。問題なく動くっぽいんで、これね、でも道を覚えて、なんか順番とかも覚えて、買い物とかもちゃんと覚えてやんなきゃいけないゲームなんで、多分これね、みんな話していくんだけど、話せると時間ないから外出てなんか敵ひたすら殴って経験値稼ぐようなゲームだったと思うんですけどね、まあ、実際ねほぼやってないんでわかんないです。まあ幸いね、友人がクリアできるはずなんで、まあ、ちょっと教えてもらいながら遊んでみようと思います。うん、まあ無事動いたんで、まあ、カダッシュ動作確認 OK という形で、今回はこれで終了としたいと思います。ご視聴ありがとうございました。スライム。